久保さん、闇金ドックス5、やばいっすね。多分闇金ドックスのシリーズの中ではあれが結構かなりセンセーショナルに作られてるんじゃないかなと思うんですよね。結構その、まあ実話っていうのもあったんでしょうけども、あれ、リアリティありましたよね、めちゃくちゃ。う 僕結構闇金シリーズ、まあ南の帝王もそうなんですけど、金貸しシリーズめちゃめちゃ好きで、これ多分ね、銭の戦争見たことあるような気がするんですけど、ちょっとどんなやつだったか忘れちゃいましたね。うん。まあお金がないっていうね、あのドラマも、僕、僕が結構、あの、本当に、なんだ、ちっちゃい頃お金がないっていう小田裕二さんの、僕ね、あの小田裕二さんっぽいんですよ、人生が。 結構ね、小田裕二さんっぽいっすよ。お金、僕、結構。あの、最後、あの、まあね、小田裕二さんのお金がないってやつは、まあ、そのある社長に拾われるんだけども、まあ、使われてる、まあ、裏でなんかいろいろ捜実はされていて、みたいな。<laughs> なんかちょっとね、結構僕の人生の歴史に結構合うなっていう。で、最後ね、あの、小田裕二さん、あの、自分で会社設立して、 こうなんかチャリンコをバーンみたいな感じでそうあわざわねお金がないっていうドラマそのものが僕のドラマっぽくなってるなっていうのはすごく感じますねうーんなんだろうなお金がないっていうことはあのー、僕はねまあこれすごくパンチがあるねあのー、言葉かもしれないですけどお金がないっていうのはあー悪いことだと思います <laughs> これちょっとパンチ強いですけどねお金がないは悪であるとねお金稼ぎは悪ですかみたいなお金儲けは悪ですかみたいなね村上ファンドだったかなそうお金がないは悪であるとこれよくないですかこれちょっと大ルにお金がないは悪であると <laughs> う,うーんだからなんだろうなお金があれば救える命もあるしお金があれば寄付金もできるし あの恵まれない子どもにもいくらでもお金出せるし救える命があるしでもなかったら救える命はゼロじゃないですかうんお金があればああなんだね俺税金だみたいなね積んでね <laughs> 久保さんみたいにね国に貢献できるし <laughs>、うん、でもお金がなかったらあのお金がある人から結構この世の中の仕組みっていうのは お金がある人が国に大金を税金を納めてお金がない人がその分配を受けてるのでうんだからね物の見方によったらお金がある人お金が稼げる人によって支えられてるっていうところも現実問題あるのでだけどお金がない人はお金がある人に対して指さするんですよね不思,議不思議ですよねこれこれねいろんほんといろんな角度で見るとめちゃくちゃ不思議な現象で あの実際そういうね社会で回ってるのにもかかわらずお金がないとあのお金がある人を指さしてねああだこうだ言うっていうねなんかでもそでも社会の中ではねあのお金がある人が支えてるっていう事実があってだけどお金がない人がお金がある人を指さすっていう事実もあっていろんなそこには事実があって。 うんだからまあまあ僕ねあの去年か一昨年マネーの虎の堀之内さんか生活倉庫を作った堀之内さんとあ中野のソフトオンデマンドのう一番上であの最上階あのテラスみたいなとこでね差しでね話しましたけどまあいろいろ2時間しゃべってまあ堀之内さんが言ってたのが いや稼げるやつが、上に立てるやつが、あの、飯食わせねえと、ダメなんだ、みたいなのをね、なんか言ってたんですけど、なるほどね、みたいな。世の中には、いろんな種類がいるじゃないですか。社長になれる人と。なろうとする人もいれば、ならない。うん、俺は平凡のね、サラリーマンでいいやって思う人もいるだろうし。だから、なんか堀之内さんがその言った言葉っていうのは、結構染みた部分はありますね。だけど、僕はあの、俺は俺だと。 <laughs> そうまあ僕はお金の稼ぎ方を教えてるので自立を教えてるのでうーん何だろうな個々が自立すればいいんじゃないかなっていう,うん思いますけどねまあ人それぞれの役目があるのかどうかは分からないですけどうんまあお金は稼いだ方がいいと思いますようんだって前その お客さんでそのお金がないけど幸せですっていう人に対して物申したんですけど、うん、それは嘘であると。<laughs> お金がないから幸せは絶対嘘であるっていうのをね、バーンて言うてね、言いましたけどね。うんだ考え方としてはね、お金がなくても幸せに生きるっていう考え方はあるんですけど、でも事実ではないんですよね。その事実を賄消化するというか、 うんその事実に耐えるためにその事実でも生き抜く素手,と素手術としてそういう考え方があるだけで実際問題お金がないと、ね、例えば子供の養育費もかかるだろうしなんか全てにおいてしんどいわけじゃないですか。うんだからみんな結構ね やっぱ本当お金の勉強とかお金を稼ぐっていう、まあ、そもそもそのお金に対しての悪いイメージだったりとかあお金を稼ぐっていうことに対してのうん、なんだろうな勉強してないからじゃないかなと思うんですよねまあ僕も偉そうに言ってますけど昔は勉強してなかったんであのねお金持ちを指さす側の人間だったんですけどねうーん まあそんな感じで人生いろいろでございますねお金はないは悪である言ってらっしゃい。